あ、これです。さあどっちがどっちなんでしょう。どうぞ。お互い勝った気持ちになるからいいね。そうだ。はい、どうぞ。吉太郎さん、必勝法がある。こういうことをしたらいいんだろうなっていうのはうっすら見えたんですけど、それをねうまく自分が実現できるかどうかが別問題なんです。はい、それが見えるってことは、なるほどね。なるほどね。おもろいな、おもろいな。想像力必要だな。大丈夫か、そんなに時間を使って。はい、するなぁこれ。お互い水面下で動いてんのが。あー、見えないように動いてんなぁ。
なんかルーク来た。なんで見えてんだよ。なんで見えてんだよ。なぜならそこには取れるやつがいるからです。ああ、まずいかもな、それ。あ、そうか、そうか、そうか。すれ違い通信したんか。そうだったわ。あ、こいつ地味にまずいかもな。うわ、めっちゃ何にも取ってない。めっちゃ攻めてきてる。後ろに誰もいない。これしかない。うわ、見えねえ。このルークはさっき取ったから。あ、え、何が今取られた。え、何が取られた今。どこにいるんだお前今それ。そうだよね。あー、怖すぎる。見えてなかったんかい。そこね、暗かったね、もう。やべ、これ自陣だからって暗いの怖すぎだろ。誰が？わかんないんだけど。え、誰が今取られたんだ。どうだっけ、ナイトかな。ここか。ここ取るってことはなんかあんのか、対処は。やばい、勝てる気しない。ああ、いなくなってる。怖すぎる。闇に飲まれてくの怖すぎる。え、ホラーゲームより怖いんですけど。この駒取られたらこいつでフォローしてっていう、そのカバーキルを狙っていくゲームなんだね。そうだね。ダメだ、勝てねえわ。全然カバーキル取れない。してるね。
これさ、チェス上手い人の試合見たいな。あれ、なんかチェックメイトされてない。でもチェス分かんねえのよくないな。おい。お、ウィン勝ったわ。そうさ、画面見てないからさ、死因が分かんない。今の後ろにルークがいました。今。え、ショータの自陣側に？うん。自陣側のいっちゃん奥にルーク、クイーン、クイーン、ルーク、ルークってなってた。なるほどね。縦に並んでた。見えないと、見えないとそうやってあれか、積みの手が見えないまま動く羽目になるのか。そう。なるほどな。縦に3体並んでクイーン、ルーク、ルーク。多分これあれだわ。じゃあ、録画見返すと翔太郎がどういうことしたかったかが分かって、あー、なるほどねってなるし、録画見返すと俺が何したいんだか全然伝わらなくて、何してんのこいつってなるわ。きっとそうなるわ。あー、これね、負けた理由が分かんないの、おもろいわ。あ、でもまあ、やる、なるほどねってなったわ。これチェス好きな人おもろいんじゃないこれ多分、うん、難しいな。難しいね。戦略も何もない今んとこ俺は。まあ一応カバー取れるようにそうだ、カバー取れるようにすることと、あと要はあれだよね、動ける駒で情報を取りに行くっていう。そうだね。そうだよね。だ、要はあれでしょ、翔太郎の馬がそこに行って情報を取り続けてて、うん、で、じゃあここに動かさせたら勝ちだなっていう状況が作れたってことだよね。そうだね。あと、左側その取った駒が分かってたからさ、うん、ルークいねえなとか、はい、ルーク取ったからいねえなとか。でこれちゃんとチェスやったらおもろい。でもそんなにチェスやんないと分かんねえかも。うん、まあチェスはね、定石とかわかんないから、ね、おもろいわ。いや、単純にね、その何をどうできるかがね、追えなかったからね。うん。